すでに合意されたルールがあれば、遅れて参加した日本が、それをひっくり返すことが難しいのは、全然たる事実です。残されている時間は決して長くありません。だからこそ、一日も早く交渉に参加しなければならないと私は考えました。日本は世界第3位の経済大国です。一旦交渉に参加すれば、必ず重要なプレイヤーとして、新たなルール作りをリードしていくことができると私は確信をしています。一方で、TPP にさまざまな懸念を抱く方々がいらっしゃるのは当然です。だからこそ、先の衆議院選挙で私たち自由民主党は、正義なき関税撤廃を前提とする限り、TPP 交渉参加に反対すると明確にしました。そのほかにも、国民皆保険制度を守るなど、5つの判断基準を掲げています。私たちは、国民との約束は必ず守ります。そのため、先般、オバマ大統領と直接会談し、TPP は正規なき完全撤廃を前提としないことを確認いたしました。その他の5つの判断基準についても、交渉の中でしっかり守っていく決意です。交渉力を駆使し、我が国として守るべきものは守り、攻めるものは攻めていきます。国益にかなう最善の道を追求してまいります。最も大切な国益とは何か。日本には世界に誇るべき国柄があります。息を呑むほど美しい田園風景。日本には朝早く起きて、汗を流して田畑を耕し、水を分かち合いながら五穀豊穣を祈る伝統があります。自助自立を基本としながら、不幸にして誰かが病に倒れれば、村の人たちがみんなで助け合う農村文化、その中から生まれた世界に誇る国民皆保険制度を基礎とした社会保障制度、これらの国柄を私は断固として守ります。基幹的農業従事者の平均年齢は現在66歳です。20年間で10歳ほど上がりました。今の農業の姿は、若い人たちの心を残念ながら引きつけているとは言えません。耕作放棄地はこの20年間で約2倍に増えました。今や埼玉県全体とほぼ同じ規模です。このまま放置すれば、農村を守り、美しいふるさとを守ることはできません。これらは TPP に参加していない今でも、すでに目の前で起きている現実です。若者たちが将来に夢を持てるような強くて豊かな農業、農村を取り戻さなければなりません。日本には四季の移ろいの中で、きめ細やかに育てられた農産物があります。豊かになりつつある世界において、おいしくて安全な日本の農産物の人気が高まることは間違いありません。大分県特産の甘いひたなしは、台湾に向けて現地産の5倍という高い値段にもかかわらず輸出されています。北海道では雪国の特徴を生かしたお米で輸出を5年間で8倍に増やした例もあります。攻めの農業政策により、農林水産業の競争力を高め、
輸出拡大を進めることで成長産業にしてまいります。そのためにも TPP はピンチではなく、むしろ大きなチャンスであります。その一方で、中山間地などの条件不利地域に対する施策をさらに充実させることも当然のことです。東日本大震災からの復興への配慮も欠かせません。農家の皆さん、 TPP に参加すると日本の農業は崩壊してしまうのではないか、そういう切実な不安の声をこれまで数多く伺ってきました。私は皆さんの不安や懸念をしっかり心に刻んで交渉に臨んでまいります。あらゆる努力によって日本の農を守り、食を守ることをここにお約束をします。関税自主権を失ってしまうのではないかという指摘もあります。しかし TPP はすべての参加国が交渉結果に基づいて関税を削減するものであって、日本だけが一方的に関税を削減するものではありません。そのほかにもさまざまな懸念の声を耳にします。交渉を通じこうしたご意見にもしっかり対応していきます。そのことをご理解いただくためにも、国民の皆様には今後状況の進展に応じて丁寧に情報提供していくことをお約束させていただきます。その上で、私たちが本当に恐れるべきは、過度の恐れを持って何もしないことではないでしょうか。前進することをためらう気持ち、それ自身です。私たちの次の世代、そのまた次の世代に将来に希望を持てる強い日本を残していくために、共に前に進もうではありませんか。本日私が決断したのは交渉への参加にすぎません。まさに入り口に立ったにすぎないのであります。国益をかけた交渉はこれからです。私はお約束をします。日本の主権は断固として守り、交渉を通じて国益を踏まえた最善の道を実現します。私からは以上であります。